はい、皆さんこんにちは。初めましての方は初めまして、ダニエルと申します。よろしくお願いします。高卒認定試験地で平成25年度第2回の解説を始める前にイントロダクションとして説明させていただきたいと思います。こちらでは平成25年度第2回の、各大問ごとについてのイントロダクションなんですが、全体高卒認定試験地芸に関する全体のイントロダクションがこの動画の前に入っていると思いますので、そちらの方も合わせてご覧いただけますようにお願いいたします。ではですね、今回この平成25年度第2回、大問ごとに少しだけ説明していきたいと思います。大問1、2、3に関しては今まで形式がほとんど変わってません。毎回扱っているテーマは、大問1が自然環境と生活、2番が救命所の世界、3番が現代社会の結びつき。ここはもうほとんど毎回一緒なので、次の年もいきなり変わるということはまあないかと思います。はい。で、大問1ですね、今回に関しては、住居の話、山脈国境、それから人口と気候、そして扇状地の話が扱われていました。この大問1で扱う内容っていうのは、まあ、特徴としては、ジャンルが結構幅広いですね。なんか一口に気候といってもこう、まあ、雨の話、気温の話、地形とか植生とか結構いろんな話に派生していくので、一つの大問の中に小問4つしかありませんが、毎回結構いろんなジャンルの問題が出てしまいますので、ここはたくさん問題を解いて練習していく方がいいかと思います。それに後の大問4とか大問6とかでも、こういった気候が影響を与えてそこから考える話というのもありますので、結構通用していく分野が多いので、この大問1に関してはたくさん練習を積んでおくことがいいかと思います。まあ、共通問題だし、まあ、毎年同じ大問1に自然環境の話が出ていますので、こちら対策はしっかりしておくようにしましょう。大問2ですね、この救命所の世界、この分野がとにかく人によっては難しく感じるんじゃないかと思います。こう地学とか数学に近い感じの考え方が必要になります。球体を考えたりとか、こう平面上に移してみたりとか、そういった話を考えないといけないのが、まあ、苦手な人は苦手なんじゃないかなと思います。ですが大問1と違って、この大問2に出る問題が結構毎回同じような感じです。今回の平成25年度第2回ですと、こう古い地図、昔の地図と、あとは水半球の話、それから時差、日照時間の問題、日の出とか、そういった話はもうほとんど毎年同じような問題が出ますので、パターンをつかんでしまえば結構同じような考え方が毎年できますので、ここもそうですね、結構一種類の問題に適用できれば、あと同じような考え方が通用しますので、はい、頑張っていきましょう。得意分野にするとなかなか差がつくんじゃないかなと思います。はい、では大問3ですね、現代社会の結びつき、まあ、現代世界だったりとか、まあ、言葉は少し違っていますが、そうですね、今回の問題に関してはこう日本とアメリカの貿易、それから航空路線、それから携帯電話とか電話の普及、それから企業の進出、あとこの電話の普及に関しては結構頻繁に出てますね。交通とか通信、結構現代に関する分野なので、割と馴染みやすい話もあるんじゃないかと思います。世界の国の特徴なんか知っておくと便利かもしれないですね。中国の様子とか、あとアメリカ、あと先進国と途上国でどう違うかっていう話ですね。はい、そういった問題が扱われます。で、大問4です。大問4に関しては、そうですね、まあ、毎年というか、まあ、回によって結構扱われる分野が変わってきます。今回の場合は世界の食料人口問題といった話です。人口問題、そうですね、今回の問題で言うと、こう人口の増加の話、出生率の推移、それからアメリカの州別の人口とか、あとはアフリカの食料問題、そういったものが扱われていました。そうですね、人口問題っていうのはこう先進国でもある種の形で起こっているし、途上国の方でもある種の形で起こっているし、そういったそれぞれの違いっていうのをしっかり把握しておく必要があるかなと思います。はい。で、次ですね、大問5と大問6に関して、こちらもほとんど扱っているテーマは毎年大問5が余暇活動、消費行動、そういった話で、大問6は地域調査、まあ、どこの地域が出るかは回によって変わっていますが、この2つの内容のどちらかを選択して回答します。2つとも回答してしまうことのないように気をつけてください。点数が入らなくなりますので。はい。でですね、大問5、今回の問題に関してはスキーの観光の話、オーストリアと日本が題材になっていましたがの問題と、あとは自動車の普及率、それからフードデザートっていう、ちょっとまあ聞き慣れない話ですが、そういったものを扱った問題が出ていました。大問5に関しては、まあ現代の生活に近い、まあ、観光とかそういった生活に近いので、そうですね、日本の生活と、あとは外国の文化、そういったものの違いっていうのを知っておくことが結構必要になってくるんじゃないかなと思います。で、こちらも結構扱う分野が多いです。観光といってもまあいろんな見方がありますし、地域もどこに絞るかというので様々な
問題ができますので、こうピンポイントの対策っていうのはちょっとしにくいので、まあ、これも問題をたくさん解いて投げていく方がいいんじゃないかなと思います。はい、で最後ですね、大問6、地域調査の問題です。こちら今回の、そうですね、平成25年度第2回の場合は東京都から、地域が選ばれていました。日本のどこの地域が選ばれるか分かりませんが、どこかの、地形図を見たりとか、あとは細かい資料の、正確なこう素早く読み取って回答するといったそういった問題ですね。ただこう地形図はともかく、こう写真とかグラフを見て、そこから新しい文章を選ぶとか、そういった問題っていうのは、そうそう難しい問題はないんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ日本のどこを選ばれても答えられるようにといっても、そんな細かい必要な知識があるわけじゃありません。こういう地形図を見て判断していくという、そういうことですね。そういう基本に、どこの地域が問われても答えられるように問題を解いていきましょう。はい、ではこれで高卒認定試験地芸平成25年度第2回のイントロダクションとしては終わりたいと思います。これから問題一緒に頑張っていきましょう。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。